はい、ありがとうございます。先ほどまでは水口さんが実際ピースボートに参加するまでをお話しいただいたんですけど、はい、この動画ではピースボートのスタッフとして働かれてるって聞いてたんで、はい、ちょっとそこのお話をお伺いしたいなって思ってます。はい、実際ピースボート参加してから自分が今そのピースボートのスタッフになるっていう経緯ちょっと聞いてみたいなと思ってて、はい、どんな経緯でそうやって入ったんですか？その当時船に乗って船で一緒に乗ってるスタッフさんたちとも仲良くさせてもらって、はい、すごい皆さん楽しそうに働いててすごい憧れはあったんですよね。私もちょっとスタッフとかしてみたいなって思いつつも、その時はあんまりスタッフを募集してなかったみたいで、はい、特にリクルートみたいなのなかったんですよね、うん、なんで興味はあるけどタイミングとかあるんかなと思って船下船してからちょっとバイトしたりとかしてた時に、船下船して3ヶ月ぐらい経った時に仲のいいスタッフから突然連絡が来て、この度スタッフを少し増員することになって、興味あったらやってみひんかって言ってくれて、うんうん、あ、そうなんですね。じゃあそれで実際じゃあ応募しようと思ったんですね。そこでも2つ返事でやりますちなみにピースボートのスタッフの魅力って何かあったんですか？船の中もすごく楽しいんですけど、船の中だけじゃないボランティアセンターで働くスタッフも含めて、スタッフの方が自主的に自分で企画を立ち上げて、その企画を自分で成し遂げていくとかっていうのをやってるのをそばで見ていて、例えば500人ぐらいが集まるようなイベントで司会をしてたりとか、はいはい、そういう司会をしてるスタッフが実はベテランの司会のプロとかっていうわけでもなく、2、3年前にスタッフになって、なるほどね、でここでいろんな経験を経てそうやって人前で喋れるようにまでこう成長してるっていうのとかを見てると、はい、すごくかっこよく見えたんですよね。そういうことか。実際そこで憧れを持ってじゃあ応募して受かったって感じなんですね。はいはい、そうですね。ピースボートスタッフってどういうことをされてらっしゃる方が多いんですか？ピースボートではそもそものこう事務所があって、うん、そこで今後どういう船を出していくのかとか、どういう企画をするのかっていうような企画を作るチームがあったり、ポスターについてるハガキとか、はいはい、お問い合わせの電話とかが来るんで、その電話の窓口とかも私たちが船に乗ってるものしか語れない船の魅力とかってあるじゃないですか。であと若者にポスターを貼りに行くためのレクチャーをしたりだとか、はい、そういうボランティアスタッフの方のサポートをしたりとか、そういうのが船の中に乗るだけじゃなくて日本でも仕事がたくさんあります。じゃあ実際船に乗るだけではなくて企画をする人もいて、事務系もいてみたいな感じなんですね。そうですね。であとは他にもいろんな NGO ピースボートではプロジェクトを行っていて、はい、国内のプロジェクト、船の中でやってるのもあるし、日本にいる時にもその活動してるものもあるんですけど、例えばカンボジアの地雷を撤去するために募金活動を行って、でそこで集まったお金を船の中でカンボジアに行くツアーがあるんで、そこで実際地雷原の地雷撤去を見に行って集まった募金をお渡しするとかっていうような地雷を廃絶するプロジェクトがあったり、で私が関わってるのは支援物資を届けるっていう、どうやって届けるんですか？やっぱり、ね、船って大きいじゃないですか、はい、人を乗せるだけじゃなくて、そういうことね。そう、物を乗せて各国に行くことができるんで。そういうことか。じゃあ日本に船があった時に人と物資を入れていきますと、はい、そうです。物資も自分たちで使うような物資と支援っていう形で寄港でしたっけ？そうですね、寄港地国に降りる時に支援物資としてお渡しするっていう物資の2つに分かれるみたいなイメージなんですね。そうですね。すげえ。一つのクルーズで100日間で20カ国ちょっと行くんですけど、その行く国で事前にツアーを組んだりとか、現地の方と密にやり取りをするんですね。そこで訪れる村だったりコミュニティで何か不足してるものとか困ってることがあれば、そこをサポートするっていうので、その地域が持続可能な暮らしをするために必要なものを、こっちで調査したものを欲しいものと欲しい数だけ日本で募集をかけて集めて、でそれを運び込むっていうので、なんか大体は子どもに関わる、教育に関わるものが多くて、どうしても国によって教育の環境にすごくやっぱり差があって、偏僻な場所にある村とか、例えばですけどイースター島ってモアイ
像がある島、はいはいはい、今カテゴリー的にはチリっていう国の、うん、まあ、一部にはなってるんですけど、あそこはだいぶチリの本土からは離れた島になってて、そういうところで暮らす方はすごくのびのびと楽しく暮らしてるんですけど、食べるものとかはそこで取れても教育に必要なもの、例えば楽器とかサッカーボールとか、そういったものって島の中で生産ができないから、船で本土から運ぶにしても食料とか医療品とか必要なものが優先されると、子どもの教育のものってどうしても優先順位下がっちゃうんですよね。なんでやっぱそういうところでも子どもたちがいろんな可能性を見出して楽器に触れたりスポーツしたりってできるようにっていうので、まあそこに住む方と話し合いをして、今回はボールを何球届けようとか、こういう楽器だったらここで使えるかなとかっていうのを打ち合わせをして集めて届けるとかっていう、それ現地に実際聞くんですか？現地の人たちに聞いてます。すごいですね。じゃあそこで必要なものを聞いて、はい、それをできる限り準備して持っていくようなイメージなんですね、はい、そうですね。なるほど。支援物資を届けるプロジェクトが始まったのも、うん、ピースボート発足したの1983年で、その翌年の84年から早いですね、始めるのが、まあ、そうなんですよ、まあ、フル活用しようっていう思う。最初何届けたと思います？なんだろう、お米とか。最初は中国に自転車を届けたんです。自転車、船やとそういう自転車とか大きいものも運べるじゃないですか。そっか、なるほどね。確かに過去にはあの車椅子とか運んだこともあるし、うん、車をそのまま運んだこともありますし、でもやっぱり楽器類やとグランドピアノとか、うんうん、ティンパニーとか大きいものもこれまで、はいはい、でもそれがやっぱり一番気をつけてるのが、うんうん、いらないものを送りつけるとかって本当にそれはしてはいけないし、現地の方が自分たちの暮らしとかお仕事とかもある中でお仕事を奪ったりしてもいけないんで、うんうん、本当にこれは必要なのかなとか、まあ、じゃあそこは一旦ピースボートのスタッフの方で整理をして、本当に必要なのか必要じゃないのかっていうのを判断した上でそこは選定してですね。そうですね、顔が見えて直接運べるからこそそこはちゃんとしたいし、日本で集めるにしても集まる物資っていうのはやっぱり寄付してくださる方からするとすごい思い入れのあるものとかをくださったりしてるので、そこはすごく責任あるなって思ってるので、うん、なるほど、ありがとうございます。最後にっていうところでちょっとお聞きしたいんですけど、はい、いろんな国行かれてると思うんですけど、はい、日本っていう国を海外見てたからこそ感じる部分もあるのかなと思ってて、日本ってどう見えてますか？日本はいい国ですよね確かにそうですよね。日本にもね、いろんな格差はありますけど、いろんな国見てると格差も緩やかというか、支援物資の活動に関わってると教育環境が本当に国とか地域によってまちまちなんですよね。やっぱ学校に行けない子がいるっていうのがもう当たり前化してる地域があったりだとか、そういうところを考えると日本では義務教育で学校に通える方が多いじゃないですか。そういうシステムが出来上がってるっていうところとかは日本のすごいところでもあるんですけど、だからこそ当たり前の幸せに気づけてない人ももしかしたら多いのかなっていう、もしかしたら過去の自分もそうやったかもしれないんですけど、ないものねだりっていうんですか、ね、それはあるかもしれないですよね。世界に行ったからこそ分かることだってありますもんね。なるほど、ありがとうございます。もう一つ質問してみたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、今ピースボートのスタッフとしてやってらっしゃるじゃないですか、はい、今後どういう風に生きていきたいとかあるんですか？そもそもなんですけど、ピースボートをやってる旅行会社が掲げてる一つの言葉があって、はいはい、旅が世界を平和にし、平和が旅を可能にするっていう、かっこいい言葉があるんですけど、これからも旅を続けていろんな方と仲良くなって世界が平和になるようにってやっていきたいなっていう思いと、でも本当にこういう活動の根本の根本を言えば、船が出なくとも世界中が平和であればピースボートいらないって言ったらあれですけどなんですよね。やっぱりまだそこの橋渡しが必要だからこの活動を続けているし、一人でも多くの方にこの体験、綺麗な景色を見るっていうことだけでもいいんですけど、つなげていくっていうことが今は必要だから、まだまだ船は必要そうなので出し続けていきたいと思います。じゃあ水口さんは今後も
ピースボートのスタッフとして関われる限り関わっていきたいみたいな風に考えてるんですね。そうですね。なるほど、ありがとうございます、はい、じゃあ最後になんですけど、はい、ピースボート参加したいけど、いや自分にはハードル高いんじゃないかなって思う人たちも多分いると思うんですよね、はい、そういった方にアドバイスするとしたら何ですかね。本当にポスターは一つの手段であると思っていて、うん、学生さんとか若くてあまり貯金もないっていう人はポスターを貼るっていう手立てもあると思うし、それだけじゃなくてお仕事頑張って貯金のある方とかいろいろ違ってくると思うんで、自分の行きたいタイミングで、で行きたいんだったら1年でも半年でも1ヶ月でも早い方がいいと思ってます。やっぱ今が一番若いんですし、それはどの年齢の方にとってもそうだと思うんですけど、ピースボートの船旅って地球一周するっていうと1年2年かかるみたいなイメージされる方結構いると思うんですけど、それを3ヶ月ちょっとでできちゃうっていうのは短期目標にもなりやすいと思うんですよね、はいはい、この半年以内に地球一周するとかっていうのがピースボートだと叶えることができるんで、その後の人生も長いんで、うん、早く行っていろんなものを見て次またやりたいことを決めるとかっていうのもすごくいいんじゃないのかなって思います。なるほどね。考えてるんだったら少しでも早く行動に移してもらうっていうことが大事ってことですよね、はい、そうですねはい、ありがとうございます。今日はですね、国際協力の中でもピースボートに実際参加されて、はい、その後スタッフとしても働かれている水口さんにお越しいただきました。この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。本日はありがとうございました、はい、ありがとうございました、はい。